1, 2, 3, kick it. TBS ラジオでは毎週タマフルが放送されている。一体誰がムービーウォッチメンを見張るのか、一体誰がムービーウォッチメンをウォッチするのか、メルマガ僕らのモテるための映画聖典軍団が今立ち上がる。その名も週刊フライング映画辞表リアルウォッチメン。はい、今回ボリューム7というわけで、はい、改めまして軽く自己紹介します。私が司会を務めますラッパーの上杉学習です。お願いします。はい、はい、どんどん。私があなたと映画が見たいですという映画デート企画をやっております、女優の山口遥です。じゃあゲストというか久しぶりというか、はい、お久しぶりです。はい、情報と担当の情報コーナー担当の、はい、藤子です。はい、主婦です。主婦の藤子さん来ました。お久しぶり。今年は年間何本ぐらいも行ってんすか？200本ぐらい。300、新旧合わせて初めて劇場で見るのが250見てるんで、多分もっとね、何回も見たの合わせると300です。300近い。なるほど。かける映画代金したくないですね。はい、じゃあ次、終わった恋と映画を数えるという連載でカットを数えております、はい、放送作家脚本の林です。お願いします。はい、そしてそして、どうも盟友、小牧芽生介です。どうも。メガネ曇ってる。俳優の演技を麺類に例えるで、おなじみの俳優麺のを担当してます。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。改めまして、このポッドキャストは僕たち僕もて執筆人が誠に勝手ながら、TBS ラジオ、ライムスター頭のウィークエンドシャッフル内の、人気コーナー、ムービーウォッチ面で取り上げる映画を、一日早くポッドキャストで語るという超鬼小判ざみ企画となっております。番組公認。そうなんです。いやというわけでね、そうなんです。実はですね、先週本家タマフルに誰が出てきたんですか？はい、僕と入江監督で行ってきました。はい、名優小牧竜介君と、はい、映画監督入江優が、はい、出てきました。どんなタイトルだったっけね。歌丸よ、お前は俳優ではないのだから、特集ですね。ほにゃらら特集、甘いのだから、で、はいはい、で、ね、もうちょっと反省会かなと思って。そうです、反省会ですよ、もう。はい、一つ言わせてもらっていいですか？はい、気が楽。このポッドキャストものすごい気が楽。いくさん、一応僕とはるかちゃんは、はい、まあ現場でこうツイッターとかフェイスブック上げ要員として行ってたんだけど、うん、まあ30点という点数をつけさせていただいて。30点です。内訳はオープニングから序盤5点、はい、まあ後半25点。そうですね、そうですね、30点ですね。はいはいはい、そんぐらいいたんですけど、改めて、いくさん、はい、テンパってたよね、うん、まあ、ポッドキャストはあと3週間ぐらいかな、うん、聞けるんで、うん、まあ、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、TBS ラジオの方のポッドキャスト、はい、あれ、今日ね、俺 iTunes 見たら、うん、視聴数1位になってたよ。いくの回、大丈夫？本当にやめてほしい。じゃあまず、すごい端的に言わせてもらいますと、あ、聞いた、はいはい、その時も現場行けなかったんで、はい、本当に後ほどポッドキャストで聞いたわけですけれども、はい、これちょっと入江くんも書いてたんだけど、うん、俳優を麺に例えるって言いながら、うん、全然例えないまま時が過ぎていくという。そうなんですよ。どうしたの？いや、実質30分しかなかったんですよ。まあ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 。ちょっと短くなってね。うん、なんで、うん、まあ、序盤、うん、テンパった、うん、で、大量のメモを用意してたんですよ。そうだ、麺の具いっぱい書いてあったじゃん。いろんなあるあるをね、うん、書いてったんですけど、グリーンカレーなんてキーワードまであったんですよ。そう、ただね、何を書いたのか全く分かんなかった。マッチロ、マッチロになって、序盤あんなマッチロだったのに。それでさ、まばたきの話を、ええ、ちょっとしようと思ってたの。だから序盤に最初にしようと思ってたの、うん、でもね、そう、だから先週、うん、ここでポッドキャストを撮った時に、うんうん、入江さんに具体的に、うん、話をした方がいいから、うん、具体的にしてっていうのを受けまして、うんうんうん、それで前日になんか具体的にできる話ねえかなっていうので数えちゃったんです、ね、数えちゃった。林先生に習って数えちゃった。それ企画が3つくらい入っちゃってるんですよ。さんに教える、面に例える、甘時を数える、もう訳が分かんない。なんかさ、言えなかったネタとかあんの？言えなかったのは、うん、まあ、今週メルマガの方にも書いたんですけど、うん、まあ、藁の盾における、うん、まあ、藤原竜也くんじゃなくて、うん、岸谷ほにゃららさんの、まあ、良くない
動き、はい、それは例えば本来面だったら何どんな感じで育てるつもりだったの？面だったらね、うん、そうっすね、味噌ラーメン。ちょっと待って、あのね、これが必要だったと思った。初めよくさ、一句メルマガには書いてるけど、主演がスープ、うんうんうん、助演が麺、うん、配役がグー、グーみたいな、ね、っていうさ、まず構造を構造を知らないと言わないと。いや、でも連載によってはそれ変えたりもしてるんで。まあでも大体そんな感じ。原発っちゃってるから、いきなりコアなラーメンから入ってくるともう意味わかんない。まず大前提をして、まずそもそも麺が主役でスープが女優とか、そういうで具があと脇役とかいう、なんとなくの感じもわかんないから、うん、それあったらちょっとよかった。そうなんですけど、うん、でも元々がその俳優じゃないのだから、うん、その。うん、歌丸さんが言及してない俳優のこういうところに着目してくれよっていうのがそもそもの企画だから、うん、まあそうなんですけど、面は後だったわけなんですよ。で今タマフルのリスナーってすごいコアなファンが聞いてくれてて、すごいラジオ聞きながらツイートしてるのを見て、それを後ほど見たんだけど、一個すごいいい指摘だなと思ったのは、小牧根は面を俳優に例えてるんじゃなくて、俳優を面に例えてるんじゃないかっていう指摘が。逆俳優を面に例えてるんじゃなくて、面を俳優に例えてる。あ、そうそう、面を俳優。なるほど。そうですよ。でもそうなんだよね。なんかちょっと、まあ、30点なんだけど、ええ、やっぱさ、入江監督が途中から慌ててさ、ええ、ぶっ込んできたじゃない。あ、そうですね。かなり。香川照之問題、ええ。でもあの時に油そば良かったよ。危ない、良かったでしょ。スープはいらない。ああいうのね。そうそう、序盤からああいうのが出れば、そうそう、もうね、あれいきなり凶悪の話でよかったから。うん、そうっすね。やっぱ近い映画から、うん、そうだね。ホットの映画から、うん、やった方が良かったかな。まあ、一応さ、狙いとしてはタマフルで取り扱った過去の映画、アイアンマン3と世之助を一応扱った。まあそうですね。具体的に出したのは。だから今回は出張なんで本業じゃないで、やっぱ本業はちゃんとこのメルマガでしっかり書いてるっていうのが本業なんで、そっちを本当は読んでほしいと思う。そうなんですよ。もう正直ね、もっと面白いのいっぱいあったよ。一句謎解きのやつとかさ、なんだっけ、謎解きはディナーの後で何に例えたんだっけ、うん、具だけ豪華なインスタントラーメン、うん、なるほどなるほどとかね、別にケラしてるだけじゃなくて、そう、うん、だからね、まあでも終わった後に、うん、まあ、ちょっと飲みに、歌丸さんに飲みに食事行かせてもらって、はい、行かせてもらって話したんですけど、うん、ちょっとだからあれ以上突っ込んだら、うん、それはそれで危なかったよねっていう話になって、まあ、番組的にも行く的にもね、って言ってたけど、俺はうるせえと思ったけど何しに行ってんだ行くよと。いいです、だからタマフルで話せなかったことは、うん、ここで話すし、ああそうだね、もっと話せないことはメルマガの人しか読めないダバナシポッドキャストで、の方で話すので、じゃ あ、まあ、その飲み会の話ではあって聞けると、あとでじゃあダバナシで、うん、じゃあそうですね、改めましてイクさん、タマフルで話せなかったことプラス、その後歌丸さんと飲みに行って、ええ、ビールが入って口滑らかになってきた、うん、イクが、うん、言えよ言っちゃえよ言っちゃえよっていう中でポロポロ出てきた話は、あのメルマガ読者限定の、ダバナシ、ここでは聞けないんだ、ここでは聞けない、タマフルで会って俺らの僕で聞かせたって、ただで聞かせてたまるかって話ですよ。でちょっとダバナシってのはメルマガ登録者しか読めないので、まあ、もし興味持たれた方も構造がものすごい、メルマガ読んでください、メルマガ読んでもらえるとそう聞けるという、でもまあ何回も言うけど初月無料だからね、これ聞くために登録して大会しちゃえばいいって話です、うん、本当に変な話、まあ でも確かにダバナシ前もクロニクルの時も一個面白いこと言ってたもんね、初体験の話だ、あの普通の公開してるポッドキャストでちょっと濁してたけど、やっぱダバナシ言ってくれたもんね、まあ、そうですお金をいただいてるわけですからいい話です、はい、というわけでこの反省会の続きは、ダバナシの方でお送りしたいと思います。エクさん、まあとにもかくにもお疲れ様でした、ありがとうございました。はい、改めましてこの、週刊フライング映画辞表リアルウォッチメンのメインコーナーでありますね、あのタマフルで扱う映画を一日早くポッドキャストするっていうコーナーに移りたいと思います、明日ムービーウォッチメンで歌丸さんが評論する映画は松本人志監督 R100、 お、はい、どんな映画か、はるかちゃんよろしくお願いします、はい、大日本人さや侍の松本人志が手掛けた監督第4作目、禁断の扉を開き謎のクラブに入会してしまった主人公の摩訶不思議な体験を描く。都内有名家具店に勤務する片山はボンテージという謎めいたクラブに入会してしまい、それ以降さまざまなタイプの美女が片山の日常生活の中に現れるようになる。プレイは次第にエスカレートしていくが、大森奈央が主演し、大地真央、寺島しのぶ、片桐はいり、富永愛、
佐藤恵理子らがボンテージファッションの美女に扮する映画ですね。はい、ありがとうございます、はい、というわけでじゃあ僕もて連載的にコメントしていくぜのコーナー始めます。まあ、説明しますと毎回こう僕らがメルマガ内で扱っているコラムの趣旨に沿って各人が R100 について語ると。誰からいきますかね。そうですね、あれ R100 具体的に取り上げたのは、僕はね、まず林先生ですね。カット職人の林です。ですね、終わった恋と映画を数えるという連載でもうすでに、うん、カット数を実はもう数えてあります、うんうん、はい、じゃあ林君からいこう。じゃあいきますよ僕は、うん、じゃあとりあえずね R100 を数えてきた結果、うん、カット数は846カット、うんうん、まあまあ、うん、まあね標準標準日本映画だと1時間40分ぐらいだね。そうですね、100分ぐらい、100分ぐらい、まさにぴったり100分なの、うんうん、で、R100 で846カットだから、うん、まあ、うん、カット数的には、まあ、多くもなく少なくもなく日本映画だし、うん、でも、まあ、別に内容的にも激しいアクションがあるわけでもなく、うんうんうん、別にしっとり作ってるわけでもなくまあまあ普通かなっていう、いわゆる普通で、で、はいはい、まあ俺原稿メルマガで書いた原稿で言うと、うん、カット数を細かく分析するというよりもちょっとね、うん、松本人志に対する今までの作品といろいろ比べてどうかっていうのをちょっとセンチメンタルに書いちゃった部分もあったんですけど、前も話したけど林くんがさ放送作家やったりしてるけど、うん、きっかけはあのまっちゃんのブレーンの高須光剛っていう人が放送作家っていうところがあって、ねうん、仕事そんな職業まずそれで知ったりしたんだよね。それを知ってはこういう仕事いいなと思ってやって、うん、でまあ背中を追いかけました業界入って、うんうん、でまあいろいろあってこの作品で、はいはいはい、もうね最後に林くん何でしたっけ、林くん連載の時に最後どんな言葉で締めましたっけさようなら松本人志ちょっと決別をね、まあ、カットの話ずれてもいい、どうぞ、まあ、内容、はい、内容のことで後でも雑談するとしてもカット的にはね、うん、なんか普通だったよね。印象的なカットとかも特に印象的なカットって逆に言うとみんななんかありました、なんかこれで残ってるというの。いやいやいや、ボヤーンかカットっていうかしつけボヤーンに関してはね言いたいことがある、うん、ありますね。だからボヤーン、うん、だからまあちょっと俺はあまりカットについて語ることないので、とりあえず846カットっていう記録をちょっとここにしっかりとご報告しておいて、ありがとうございます、はい、どうしましょうかね。僕ぶっこんどいていいですか。はい、まあ、あの連載では、僕は黒人と結婚したかったっていうあのヒップホップにまつわる映画を毎週ピックアップして、評論してますが、なんですかね、やっぱり映画ヒップホップだなって今回もちょっと思ってていうか映画っていうか毎回無理やり話そうとのコーナーになってる。何言ってるんですか。ダウンタウンってやっぱりヒップホップだなと思って。ダウンタウン、ダウンタウンがあんまちゃんいないけどいやね、紐解くとゲイシャガールズ、はいはいはい、覚えてますか。覚えてます。教授とやった、うん、坂本龍一さんがプロデュースしたゲイシャガールズ、うん、あれが作られたんで、ダウンタウンがゲイシャに扮して、うん、ラップするっていう、あの曲発表されたのがね1994年なんですよ、うん、1994年、うん、7月、うん、1994年って日本語ラップにとってすげーエポックな年なんですよ、うん、まず、3月に、うん、今夜ブギバック、まあ、シャダラーパン、ね、94年出ました、ね、94年、はい、8月に、うん、だよね、そうか94年なんだ。94年ってね、本当にお茶の間にヒップホップが届いた年なんです、うんうん、ちょうど、まあ、20年前です、ね、もうほぼ20年前、うん、でそれを受けて7月に、ゲイシャガールズは、グランドマスターイズスティラーライブっていうのとキックアンドラウドっていう曲出したんだけど、うん、これで今聴いてみると、うん、一番向こうのヒップホップっぽいトラックしてるのはキックアンドラウド、めちゃめちゃかっこいいの、ね、今聴いても、うん、曲自体は、うん、っていう意味でね、やっぱりダウンタウンはヒップホップだったなっていう、うん、話をまあできたらなと思って映画には一切触れてませんけどまあそれぐらいかな。別に映画見なくても調べればいいよ。1994年っていうのはすごくね、あの覚えてほしいとして、そんだけっすね毎度毎度大変ですね。はい、次誰ですか。うん、じゃあはい、はい、さん、僕は連載では取り上げてないんですが、はい、見てきまして、はい、ね、よく僕はあの俳優の演技を面に例える、はい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 、俳優面論やってるんですけど、はい、あのね、例えるなら、うん、深夜とかの通販でたまにやってる、うんうん、あのこんにゃくで作ったラーメン、カロリー超低いよみたいな、そう100何十何キロカロリーとか一食これでみたいな、うん、の印象ですちょっとその心はあのね、振り切ってくれと、うん、うん、
だから体裁を整えてほしくはないんだ、はい、なるほどなるほど、うん、こんにゃくでいいじゃんみたいな、うん、なんならね。だからね、まあ、大森奈央さんは、はい、講演してたと思います。できる範囲の中で、うん、まあ基本的に受け身の役だし、うん、そこはまあしょうがないと、うん、だからあとはその松尾さん、そのボンテージっていう、ね、秘密クラブのね、まあなんていうんですか、店主じゃないけど、ね、まあ、マスターみたいなね、はい、やってますけど、はい、うん、だから松尾さんとかはもう、面白さがやっぱりね、うん、消えちゃってる。うん、うん、だからやらせるならやらせる、うん、で抑圧するなら完全にコントロールして抑圧するっていう部分、うんうんうんね、松尾さんのところひどかったよね、うん、あれをだから、うん、もう個人的な意見ですけど、そのどういうつもりで、うん、オファーしたのかって多分すごいざっくりした、なるほど、うん、この人じゃなきゃダメっていうのがじゃないと、うん、多分そのイメージとか、まあ、全体的にキャスティングは豪華ですもんね、うん、豪華なんですけど、うん、だから女優陣に関しても、うん、あれだったら俺思ったんですよ、うん、あの年末にやってるあの笑ってはいけないシリーズあるじゃないですか、ガキの使いの年末特番、あれの高橋恵子さんの、うん、ボンテージあった、 あれめちゃくちゃ面白かった、うん、あれの方が面白いってよくないだろうって、うんうん、なるほどね、うん、だからというわけでどっちつかずの、うん、振り切るなら振り切ってくれと、うん、っていう感想、うんうん、っていう、はい、こんにゃくラーメンです。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあはるかちゃん次、はい、私はあ、映画、はい、映画デート企画をやっております、はい、山口春香です。私は、先週号か、うん、で、レビューで、うん、あの星2つをつけたんですね。で、正直なところそんなに言うほどあのつまらなくはなかった。なるほど、まあ、なんか面白かったな。世間ではね、酷評の言葉が目につきますよね、はい、そうなんですよ。だからすごいもう身構えていったら、うん、そのあのあれそんなにうん、そんなに大丈夫だったみたいな感じで、うんうん、でもなんかまあうーん別にあんま記憶には残ってなくてでこう映画デートでこれを見た後、あんま話すことがない映画だなって思ったのと、うんうんうん、いろんな女性がいっぱい出るじゃないですか、うんうん、そのメインの女性たちもそうですけど、うん、ボンテージに勤めてる女性たち、うん、プールで美女がいっぱい泳いでて、うんうん、でもなんかそれを見て松本人志はあんまり女性に愛がないのかなって思ったんですよ、あのこんなに豪華な人たちが出て、うん、みんなあの結構体の綺麗な人たちなのに、ね、全然セクシーじゃなくて、そこをそうでそういうのを思って、であとその SM を描いてるんだけど結局松本人志が S なのか M なのかとかもはっきりしないから、うんうん、なるほど、うん、結果松本人志とデートをしても面白くないんだろうなって、うん、いやでもまあなるほどね、なんかなるほどね、うん、SMの件に関しては今回話したいことがもう俺やばいと思って、すいません間挟みますけど、イクさんマニアですもんね。僕は SM にはかなり造形が深いあ、そうなんですか。そうですよね、そうです。話しなくてここで消えちゃうの。いや、まあまあ、ある役に関しての話を、うん、なるほどね、デートしたくないっていうやつは、はい、なるほど。あ、でも女の子見せ面白いね、うん、藤子さんあります？藤子さんはだからもしあの前松本人志がやってたでしょ、ライブで。ライブ行った後にお金を払うっていうシステムをやってた。それをもし主婦目線でもし映画館の映画を見た後にお金を払う映画館だったらいくら払うかっていう主婦目線で、うん、いや私試写会も結構あの一般試写会を当てていくんだけど、はい、それで見ても万歳たる気持ちに私はなる。なるほど、はい、いくらぐらいですか、いくらぐらいですか。うわ1800円ですね入場は大人、はいはい、50円。50円。いやこれは多分好みの問題があると思う。藤子さん50円だとスーパーで何買えるんですか。うわ、50円もやしぐらい、もやし2袋ぐらいもやし2袋分なるほど、じゃああんまりだったんですね。なんかこうね、コントの方がいいとかって思っちゃうのってよくないですよね、うんうん、なるほどね、うん、映画に100分、うんうん、よかったのは、まあ、R100 の100分っていう、あ R100 での100分間の上映時間と、うん、あとまあ、うん、全然私もはるかちゃんみたいに女性女王様が色っぽくないなと思ってんだけど、うん、でもそれでもほらなんか足が長くて、うん、富永愛とかね、うん、里襟とかがすごい綺麗だった、うん、
うん、綺麗な色っぽくは撮ってないんですよね。それはカメラマンの問題なのかわざとそうなのかわからないけど、そんなね無機質っぽく見せてる、うん、強調的に撮るカットはなかったんですよ、うんうんうん、そんな感じですか、うん、はい、じゃあもやし2袋分このくらい。じゃあ藤子さんそれがいいね、お金で例えて、うん、スーパーでスーパーとの何と一緒だっていうみたいな、そう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 、大体生活感のある、うん、ありがとうございました、うん、はい、じゃあ続いてはちょっと今日は映画についてダラダラとちょっともう少し話してみようかなと。これ喋りたいこといろいろあるじゃないですか、はい、あるんですけれども、うん、どうしますか、イックさんさっき会見を上げてたんで SM に関して、そう、まずだから前提として、はい、大森南朋の主人公が M であって、はいはい、で至る所で S 的な行為を受けるっていうのが基本的なその物語の推進力になってるわけです。推進力ってこれはまさにさっきほど言ってたように、はい、24時間笑ってはいけないと同じ構成なわけですよ、はい、24時間常に何かが来て笑っては、はい、登場して笑う、はい、今回はそれが M になってるという構成で、うん、なおかつビジュアルアルバムっていうコントの中のお寿司が混ざったり、つまり今回は松本人志の集大、いわゆる人気コンテンツを当てはめたような構成に結果的になってるわけですが、うん、それが、ええ、そうですよ、はい、なんで今すごいしょうね、滑らかになってるいやまずね、だから前提としてそこがすごい大事なわけじゃないですか、はいはい、S と M っていうのが、うんうん、なんですけど、まずね SM に関して全く理解してない、うん、誰が、うん、松本人志は松本人志は、まあ、まあ、うん、そうね、まあ、あの映画がってことかな、うん、あの映画の中で松本人志がっていうとちょっと語弊がある構造だったりするじゃん、まあ、まあ、ね、映画がまっちゃんはね、うん、M で有名だから、うん、いろいろやってるはずなのに、うん、でもね、おかしいんですよ。なぜ分かってないと思う、ね、あのね、うん、SM の M の人が快感を得るのは、うん、植物的に暴力を受けたり、うん、なじられたりするっていうことではなくて、うん、あのね、疑似的に尊厳を奪われるから興奮するわけですよ。パンチラインありがとうございます。パンチライン来ました。うん、そうだね。だから、いきなり現れて、バシバシ殴ったり、いきなり、その、なんか水の中にガバッてやられても、あの興奮なんかするわけがないんですよ、うんうん、そこには物語がなくてもうただの瞬発に叩かれた、うん、だからいきなりバシッと叩かれたからって、うん、興奮すると思ったら大間違いであって、うん、途中で切れるじゃないですか、うん、会社まで来るって言って、うん、あれのスイッチが全くわからない、うん、ていうかさ、あれこそやっと尊厳がさ生まれ、うん、そうな一番興奮するところなんですよ、うん、そうね、うん、なのにそのバシバシってなって植物的に顔がプクーってなるって、うん、あの顔がプクーってなるのも、うん、あれが要するに記号的に興奮してますっていう記号で、うん、プクーってなったら今興奮してますよって見せられても、うん、あのこっちはそんなご都合主義で出されても、なるほどね、冗談じゃないと、うん、確かにね、でも、うん、まあちょっと前提話すとこのポッドキャストネタバレありだけど、うん、メタ的な構造じゃん、うん、つまんない映画を撮ってる100歳の監督とその裏側が入ったりするってことで、うん、一応あれでもつまんない映画として映画の中ではあるじゃない、うん、一応ね、うん、体として、うん、だからなんだろうね、ここも汚いっていうか、うん、今の一句の話すると、うん、まっちゃんが分かってないって言えないんだよ俺ら。ああ、そう、あれはわざとつまらない映画にしてるからっていう構造がある、そう、あるからね、ってのもイラッとするし、うん、あ、構造はね、俺ちょっとごめんね、俺の話だと構造は悪くないと思ったの、うんうん、メタ的な構造も、うんうん、でも映画つまんなかったら一番意味ないじゃんっていう、ね、そうそう、それは林がちょっと言ったんだけど、 それこそビジュアルバムが寿司のネタ入ってます、うんうん、あとそもそもこの途中であの風俗嬢とエンカウントするってラジオで言ってたんだよ、放送室で、うん、本当にあんだった、あの風俗大阪の方で高橋ちゃんとまっちゃんが話したんだけど、うん、じゃあ風俗行くっていうと、その付き添いの人が一日の、まあとりあえず行く前に行ってドライブしていくんだって、うん、で喫茶店入りました、うん、お茶飲みました、うん、でガソリンスタンド行きました、うん、コンビニ寄りました、うん、スーパー寄りました、うん、早く連れてってよって連れてかれた人が言うと、うん、いやいやいや、あのコンビニのあの店員行けますから、うん、この後呼べますみたいな、喫茶店のあのウェイトレス解雇いたでしょ、あの子も用意できますから、で、でもさ、これはすごく良くない、うん、この風俗、うん、あ、それすげえ、それすごいでしょ、で、絶対これのネタだと思ったの、うん、今回のこれって、うん、いつ来るか分かんない女の子が、うん、でも全然消化できてないっていうか、うん、今の話の方が夢広がるじゃん、うん、そっちの方が見たい、ボンテージを着てなくてさ、いろんな人がいてさ、こいつならこいつならそうそう、それもね、面白いの、そっちやね、全然知らないおばさんが急に変な意地悪するみたいな、うんね、そうそうそう、それ痛さじゃなくてさ、いっぱいイックさん言ってる、うん、いっぱいあるじゃないですか、そうそう、痛さじゃなくていいんですよ、うん、あのね、本物の女王様っていうのは、うん、
痛くしてくれって言った時にわざとしないのが本物の上司なの。それで言うと今回はさ、暴力のバリエーションに過ぎないもんね、うん、でもその暴力のバリエーションもそんなに多いわけじゃないじゃないですか。一個寿司、あれこそ最後じゃんと思ったけど、寿司の部位、うん、あれこそもう積み重なった途中でしょみたいな、うん、でもね、寿司のバチも、あのバチをやってる時の佐藤栄子さんの、うん、佐藤栄子さん自身はとっても素敵な人なのに、うん、おっぱい含めて、そう、うん、でもあの人のねそのやっぱ良さが出てないんですよ、うん、そうそうそう、あの美しさが出てなくて、うん、だからカウンター、寿司屋のカウンターの横に立ってる時の引きの絵の立ち姿がまず綺麗じゃないの、うんうん、そうね、でカット的に言うと、その隣にさ、なんかさ、カップルがさ、フリーカップルとかするじゃん、はいはい、あのリアリティがゼロじゃん。であそこでカップルのリアクションも、あそこのカットいらない、握ってる大将のリアクションも取るじゃないですか。そう、あれいらない、あれは本当にいらない、本当のカットいらない、うん、ならさ、大森奈央の顔がいいよね、うん、取るとね、だからあの二人だけでいいし、でいいじゃん、客いない設定でもいいし、うん、だから周りが見えてるのか見えてないのかみたいなのをぼやかすぐらいでもいいと思うんですよね。これで、いやでもあれ見えてる手だったでしょ、しかも、ええ、気まずくなってましたから、ね、うん、これまた戻るけど、ほらでもそういう映画じゃないから構造ね、構造が全部言い訳の構造になってるってことですよ。そう、もうこれひどくない？ひどいというか、え、それはどう、女性陣からすると、はい、あざとさ、うん、をなんか指摘されるのも百も承知でやってますけど、うん、でそうやって開き直るところも、うん、あの見透かされるのも分かってやってますけど、うんうん、みたいな、そのどっちつかずな感じが、うん、だから結局はっきりしないから、こんな男とはデートできないってなっちゃうわけですよね、で唯一ちょっとだけ期待したのは、うん、あの渡辺直美が、うん、唾を吐く、はいはい、唾液の女王様ってなった時に、はい、大森奈央に、はい、あのいろんな器具を、うん、並べた、並べて、うん、ビニールシートをかぶせるんですよね、うんうん、そこが唯一ドキドキしたところ、まあ、確かにそうだね、しかもさ、そこ面白いのがさ、あ、こんな道具あんのねみたいな、うん、あの当たり前のように道具置いていくところとかも面白かったよね、だあってもあそこで期待値が高まったんだけど、うん、あ、やることは結局なんだ、うん、一緒なんだけど、だけあそこだけ編集変わったでしょ、なんか、うん、あのダンスのなんか、うん、あそこで編集変わって、でもね、だそれで言うなら、うん、今回その夜勤直しっていうか、うん、が多いじゃないですか、寿司屋もそうだし、うん、あと渡辺直美 のダンスのシーンも、うん、あれ、あれタイムスリップショッピングダンスですよ、コンビナートってなんか、そう、うん、あれが要はあのまっちゃんが踊りながら、うん、いろんな商品を出してきて、ふうふうって比べるっていう傑作、大傑作コントがあって、あれがめちゃめちゃ面白いのに、うん、それの劣化版っていうか、うん、面白くないのをやってじゃってどうだ、今回まさにその墓場で今までの過去の名作企画とコントをビュッてやってて、自分の趣向と言われてる M っていうのを前面に押し出した結果、それを全部言い訳にしてあの監督のせいにしてどうって言われてつまんねえよあんなので1個でも惜しいのがあれつまんないっていう、なんかさ、だんだんさ、そのメタ的な構造が明らかになっていくところは、うん、本当はもっとサスペンスである必要があると思う、ドキドキしてくる、うん、あ、そうそうそう、ね、うん、でもう片方の方で本当に盛り上がったら途中からさ、なんかひっくり返る気がするのね、うん、あれあれあれってなって、うん、行けたら美しかったと思うんだけど、どっちも面白くないよね、そこも行ってないからじゃあ少なくともあのメタ的な構造のプロデューサーが、AP か AD さんからもダメ出してんのかな、うん、その、あの、あ、してますね、ラッシュの間の休憩時間って言ってるでしょ、あのシーンが面白かったらいいんだよ。そう、俺もね、そこでね、180度この映画変わると思う。そう、あそこが面白かったらいいんだけど、うん、あそこも面白くないし、あと、まあ、もうネタバレいいんでしょ、エンドロールが終わった後の最後のあのカット、あれ何か、観客の気持ちを代弁してるのっていう。ごめん、なんだっけ、最後。最後ね、みんながハーってきて、本当に気まずくため息ついてるっていうだけの反省会のところですよ、うんうん、そう、カットが、あ、そうそうそう、あった、最後にさ、あの大森なんか妊娠するじゃん、あ、あの後さ、ま、松尾さんが全部口で説明して終わるでしょ、なんか男はこういう時に妊娠するんだとか言って、え、あれ何なの、でもさ、なんで妊娠、でも意味が分かんないんだけど、構造がうまくいったらあそこも滑って面白いと思うんだよ、逆に、うん、もうどんどん悪くなった方が面白くなってくる、なんか松尾さんがさ、なんかこういう時になんか妊娠するのだなんとかだみたいな、なんかで、ね、クラシック流れて妊娠、あれ何なの、2回言うから、ね、2回何なのあれ、 S は、うん、M は S を絡み S を超える、あ、うん、あ、最初のあのメリーゴ
ーランドで言ってるところを流す、うん、でも SM に対しての説得力がさっき言ったみたいにないから、うん、そこも全然そう来ないよね。そうあれそのいろんなところから女王様が襲ってくるっていうのは、うんうんあれね、だから J ホラー的な表現で撮ったらまだ良かったんじゃないかなって。あなるほどね、うん、あなるほどね、うん、だから、J ホラーのすごいあの基本的なカット変わったりだとか、そうだから予兆があって、うんうん、でそこからアタックがあるっていう、うん、あの要はそこの来るか来ないかっていうところでドキドキするわけなんで、なるほどね、でしかもその着方がさもっと複数種類ある SM の種類だったら面白かったよね。そうそう何くんの それこそコント的かもしれないね、うん、なんか今聞いてて思ったのが、うん、なんか私見てた時に別にこの人を笑かそうとしてないなって思ったんですよ、うん、それはそうかもしれないね、うん、でそういうそれでかつ自分の今まで傑作コントをもうレイプするような内容じゃないですか、うんですねうん、でもしかしたらお前つまらねえよって言われるその罵声を浴びることによって虐げられる、うん、俺 M っていうのを表現したかったのかなと思ったんですけ ど, ど、ね、そんなことってあるでもすごいですね。まあでもまあねでもねあるって言うと思う映画で見る以上、まあ、俺としてはやっぱ映画として見てるというか、うん、なんだろうな多分まっちゃんも多分笑かそうと思って多分作ってないと思う、うん、今回の多分、うん、そうだね、うんなのに手法はそういう前に笑かせた方法を持ってきてるって、うん、そうなんですよだから振り切ってほしいって思ったのは、うん、その笑わさないそういう映画じゃないっていうんだったら、うん、それこそ過去の引用とかはするべきじゃないしでも惜しかったよねでっかい女は面白かったじゃんあれは面白かった、ええ、でっかい女は俺 R100 で唯一笑ったのは、うんうんあのでっかい外人の女がまずそもそも演技が下手じゃんであそう惜しいなと思ったらあのプールに何回も飛び込むとかあったでしょ、うんうんうん、あれ後ろで夜間のピーっていうでっかい音がしてなければねとかねもっと笑われたんですけどあの唯一笑ったのはあいつがゆっくり登場する時大森奈緒が立てこもってる、はいはい、家にゆっくり近づいていく時に、うんうん、えらい下を気にするっていうヒール履いてるからまあ俺らが見たいものを作りたいって思ってるかどうか知らないけど、うん、あの女が早めに出てきて、うん、もっとエクストリームになってくとかは、うん、それは面白かったかもしれない、うん、あそこやなんか久々にまっちゃん感出たじゃんそうそうあれだからやっぱね異形のねあんなでかいまあバンドみたいな感じだけど、うん、こんなでかいやついんのかよみたいなまあバンド映画が面白いんだよねバンドねバンド丸見えとかねでもあれホラーでいけるでしょあと俳優の話をするとはいはいはいあの唯一渡部篤郎さんの、あ出てたね、あの最初の登場シーンのベッドの、そうベッドの下りの渡部篤郎さんはあれは唯一、うん、あの映画の中で唯一できる範囲の、うん、いい演技だったと思います。うんうんうん、そうね。うんまあ、あとさっきちょっと話戻るとやっぱ子供のよだれとか面白かったじゃん。面白かった。子だれよだれす子供よだれすげえ垂れてるとか。あれ久々に見たまっちゃん感じゃない？あのエクストリームな感じ。前のカットの切り替えもうポンってそうこのゾバーとか後ろで釣られてるとかさ、確かにあそこで劇場一番笑い起きてたそうね、うん、なんだけどまあねまあでも総じてなんかやっぱ腑に落ちないって感じもしますね、うん、はいそんなとこですか、まあ、今後とかまっちゃんのでもだからあのもともと5本は撮るって宣言してあそうなんだそうそうで4本目今回4本目なの、うん、だから次が一応の初期設定で言うと最後だから、うん、もちろん次回も見に行くし、うん、期待はするし毎回劇場で見てるんだ毎回劇場で見てるけどね、うん、私あれレビューに書いたんですけどもう本当に映画人のスタッフで固めてそのあんな大きいバジェットじゃなくてあのもうミニシアターで、うん、あの2週間限定上映とかでやってほしいですよね、うんうん、だからもうちょっとリアルに撮ればいいって感じがする、うん、それはあるかもね、うん長回しとか考えれんよね、コントみたいなね。トカゲのおっさん60分長回しでそう、トカゲのおっさん60分焼き直してやって映画でいいじゃんっていう、マジで、うんうん、あれすごかったもんね、トカゲのおっさんこと本当に映画化希望な感じがする話だけであんなに風景見えることあるっていう、あれとか見ると脚本うまいはずなのになって思うけどね、会話劇うまいはずなのになと思う。本当にその笑いに走らなくてもやっていいよって言ってくれる人たちと思いっきりやってほしいですよね、うん、
前作もさ、結局千侍もさ、千侍、ね、どっかしらなんか逃げてるというか、うん、そのね、つまんないっていうギャグっていうのに対してまたちょっと引きの構成にもなってるから、うん、でも本当俺コントやっちゃえばいいと思うんだけどね、うん、映画ででもさ、あの最近あの MHK って言って NHK でコント撮ってんだけど、クソつまんない、つまんなかったつまんなかったけど、うん、でもまあもう面白いとつまんないうんぬんじゃなくて、うん、コントでなんか短編4つ入ってるシーン変わるものとかで、だからいいと、だからまあビジュアルバムなんですよ、ビジュアルバム、ビジュアルバム、地味な地味な規模で、うん、ギャグ新宿でレイトショーで、うん、マイクロテープ、あ、そうすげえ面白いでさ俺あのさ、あの リアルじゃんって話、俺ぼんやりの代わりに毎回なんか出てきたら面白いなとか思ったの、うん、そんだけ引用すんならいろんなとこですぐぼんやり始まるじゃん、うん、なんかすごいものが出てきたとかさ、うん、とかの方が面白いじゃん、そういうのは1個でいいと思うんだよね、うん、だから基本的にはリアリティのある作品を撮ればいいのにと思う、うん、あ、もう笑いもなくってこと、笑いあっていいんだけど、あの、うん、設定がさ、めちゃくちゃ長くてさ、うんうんうん、大日本人シンボル、うんうん、なんだっけ、サヤ侍、うんうん、にしてもその設定が変じゃなくて、リアルの作品で、うんうんうん、だってその中で絶対出てくるんだからその味がさ、だからなんかそこを履き違えてるというか、うん、そもそものなんか入り方とか作り方とかっていうのから入ってるから、普通に物語を取ればいいんだよ、うん、絶対確かに、ね、その中で絶対ね入るから絶対入ってくるんだから、うん、なるほどね、うん、確かに今回が一番構造を食った感じするよね、うん、あ、まあそうだよね、練った感じのする作品だったよね、うん、構造的にはね、うん、はい、そんな感じですか、なんか言い残したことありますか、ありますか、ね、またまあ俳優の話なんですけど、はいはいはい、前田銀さんが出てますね、はい、お父さんの役で、義理のお父さんの役で、で、寝たきりになって植物人間になったユウさんに前田銀さんが語りかけて涙するっていうシーンがあったんですけど、面白かったのは、真夏の方程式で、まあ設定は全然違いますけど、心情を吐露して泣くっていうシーンがクライマックスにあるんですよ、で話をして泣くっていう構造に関しては一緒なのに、うん、この違いは何だろうって、なるほど、演技的、演技的な、うん、それはいや前田銀さんがね本気でやってないとは言わないけど、うんうんうん、その人間だからどうしてもその監督との関係性だったり、うんうん、作品に対しての姿勢っていうのがああいうところで無意識に出る、うん、で何かを制御しちゃうんだな俳優はって思ったのが、うん、面白かった、なるほどね、うん、はい、あでもどんな演出をしたのかはちょっと見てみたいですね、ああ確かに、うん、現場のねメイキングとかね、そうそう、監督としてどういうふうにね、やってるのかっていうのはで、あの警察のシーンでいうとあのまっちゃんが出てくるじゃないですか、はい、であの時にその SM に対してプロレスを引用するんですよ、うん、でお互い分かった上で、うん、やってんでしょって、でまっちゃんの真意は分からないにしても、うん、あの映画の中だと本当にそういう描き方しかしてないから、うん、まっちゃんって本当に SM に対してこう思ってるんじゃないかって思っちゃうんですよね、プロレスと一緒でお互い分かったふりして、うん、痛めつけ合って喜んでるだけでしょっていうのが、うん、うん、それだから誤解を生むのもしょうがないってちょっと思っちゃいました、ね、それで言うとさ、それを警察に訴えてそうでしょって言われてさ、大森奈央はいやいやっつって捕まえてくださいよってことなんでしょ、ええ、うん、何それ何それ何それでも林さん、あれはつまんない映画だからって話なんですよって言われるよ、いやそれならいいけどさでもあ逆にさ、あっちの映画の方が超面白くて、うん、裏方のあのそのラッシュ見てる側が今のままだったら面白いかもね、うん、いやそうですよ、うん、絶対だからすっごい面白い映画なのに周りが分かってないが多分100点、あ、そう、それが100点だよね、で多分そう思ってるんでしょ、どっちかから、うん、いやどうなんだろうね、でもあのメタ構造で、うん、そこそのやってる映画の本編の方にそういう構造ができるんだとしたら逆にもっとめちゃめちゃやっても成立するはずなんですよね、うん、あの爆弾をボンボン投げて、うん、やっと最後やっとだなんとしたらもっともっとコントロールしなきゃいけないのに、そうボンテージの人たちがあのボンボン吹き飛んでいくじゃないですか、いいじゃん、あそこもなんかもっと、じゃ遅いよってもっとね、それまでちゃんと普通に SM でやってきたじゃんっていう、うん、はい、まあちょっと文句が多くなりましたが、うん、でも、はい、あのでも話尽きないというか論ずるにはすごくこう、うん、いいネタかなっていうところはあったんで、うん、絶対今年今見るべき映画では、うん、
ありますね。で松本さん、次ぜひヒップホップ映画なんかどうですかね。ヒップホップ映画は日本にまだあんまりない。ヒップホップ映画いいと思います。はい、ありがとうございました。はい、では次のコーナーいきます。明日歌丸さんはきっとこの話をするのコーナ ー, イエーイ。はい、誰からいきますか。じゃあ私から。おー、はい、はるかちゃん。私はですね、ズバリ片桐入りの使い方もったいなさすぎるだろ問題です。どういうこと。その片桐さんの、はい、あの元々の特徴的な顔の造形とかを、うんうんうん、もうあれですよね、完全に殺す使い方をしてますよね、映画の中でね。そう、メイクでごまかしてる感じ。まあだから造形作っちゃってるからね。そうね、そういうところをもったいない、もったいないですね、せっかく使ってるのに。はいはい、ありがとうございます。はい、はい、他、あ、じゃあ、はい、イクさん、はい、僕はあの端的に言いますよ。毎回いいね、端的に。今週の一言で OK。 SM なめんな、あこれです。まあ前の話でもイクさん、そうです、僕のごく個人的な心情も入ってますが、うん、SM なめんなです。SM なめんな、はい、なるほど。歌さんどっちなのね、スタイルね。歌さんは S でしょ。うん、あ、そう。あ、そうなんだ。いやー、わかんない。あ、でも歌さんは S かな。うん。うん。S っぽいところはある。うん。ぶれない、なんか、うん。うん。すごく。うん。なるほどね。で、僕言っていいですか。どうぞ。そうね。まあ、さっきも話してたけど、うん、この構造はいい、メタ的なこの構造はいいけど、うんうん、つまんなくちゃダメなんだ。そさっき言ったじゃん。すいません、これちょっとねトラブルあって撮り直してる。多すぎるでしょ。林さんは俳優資格やってる。じゃあ、はい、カプチョクの林でいきます、はい。僕はあの M が気持ちよくなると顔がムワーッっていう CG で膨らむっていうにんまりっていう演出が、映画としてあれを直接 CG で表現するんじゃなくて、前後の流れだって、物語の脚本だったりで、そこを気持ちいいって見せるのが映画でしょ、うん、あれを CG で見せる。2回目なんだ。私2回目だ。あれを CG で見せたらマイナス5億点でしょ。なるほど、うん、でもそれはまさにそうかもしれないね、うんうん、そうだよね、はい、あの感動を演出で見せろと、うん、記号になっちゃってるからね、多分。そうだね、場面転換の、はい、うん、カット、分かってねってことですもんね。そうそうそう、はい、興奮してるんだよって、っていうのを表現してるから、うん、別にあれはね、なるほどね、役者的にもどうなんですかっていう問題もあると思います、うん、はいはいはい、じゃあ藤子さん。そうそう、その場面で、はい、まあ、顔がプワーってなるやつ、うん、あれ面白ければ全ていいんだと思うんですよ。もう映画的にふわってなるのも全てこういい風にいくと思うんだけど、面白くない上に興奮してるよっていう気もふわっていうのが、大森奈央さん俳優さんなんだからこう表現できるんじゃないって思っちゃって、うん、ね、でもなんかあの膨らんだ時の黒目が大きくなって顔がうーんって引き伸びていく、あの顔に関しては俺はそんなに造形としては悪くない、まあ、そうそう、ね、気持ち悪い変な感じのいい CG は出てるよね、うんうん、だけどってことね、うん、だけどだそれといいか悪いかってのはちょっと、うん、あんなことしなくて自然となってた方が怖くていいよね、うん、いつの間にかあの顔になってたみたいなね、うん、あそこっていうのもあるじゃん、うん、そこであのにんまり来たみたいなとか、うん、ネタバレで言っちゃうけどさ、その最後に監督がそうなるじゃない、うん、あの、うん、それなりますね、うん、ねえ。ねえって言っちゃった。いいんじゃないですか。じゃあまあそんな感じですかね。何、うん、かあります？他に大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあ本編のタマフルを見てみて、確認してみてください。はい、お願いします。続きまして、はい、これ新しいコーナーですか？新コーナー。今週のメルマガ、これが良かったのコーナー。よー、まあ、僕たち、僕らのモテるための映画晴天メルマガ、毎週水曜日配信してますが、はい、で今もう配信されてるやつ最新号、これ良かったみたいなお話ってこと、うんうん、はいはい、これ何自由に言うの、うん、自由に言う。このコーナー発案者誰、編集長の大川さんが こういうコーナーをやってくれてる。いねえのに。いないのに。でも紹介でもいいんだけど、紹介じゃあれだから、うん、まあ、それぞれが、あの原稿良かったよとか、そうだね。そうだね。今週でもね、森下くるみさん。うん。南極料理人で。そうそう、俺早くやらないかなって、多分やるだろうなと思って。南極料理人で、うん、
あの季節して、うん、ラーメンかぶりをしてる、ね、奥さんが俳優メロやってるのに森下さんもラーメンの話して、うん、で今回は結構なんですか、森下さんが本当にそうだったんだろうなみたいな、うん、筆が走ってるかしずる感がある原稿、うん、だったな、面白かったです。あの、うん、確かに南極料理人は、食べるシーンに関しては、うん、あの俺もねほとんど文句なし、そうだね、俺も見てみようと思って、いやすごくいいです、うん、本当に美味しそうなんですよ、ね、あの結構消え物の演技ってで大変で、うん、取り直さなきゃいけないから失敗した場合とか、うん、でテストの時に食べるか食べないかとか、うん、いろいろあるんですよ、うん、で食べながらセリフを言うとかっていうのって結構難しくって、うん、だから食事シーンをきちんと撮れる監督さんは、うんうんね、絶対いい監督、これもう一個ね、フードコーディネーターの人知ってます誰か、あ結構飯島奈美さんの人、ね、この人が大体うまい作品作ってる、あそうですね、かもめ食堂、かもめ食堂、深夜食堂、まあこれドラマね、うん、今やってる NHK の朝ドラごちそうさんもそうだし、ごちそうさんもそうなんだ、そうのんちゃんのリベン、うん、とか船を編む、タニタの社員食堂、どうもお世話になってます居酒屋の大将でおなじみ、最近聞いたんだけど飯島奈美さんが大体うまそうな料理の映画作品絡んでるって言われて、でも、まあ、まさしく、はあそうなんだ、そうみたいな、なんこの辺もチェックするとね、うん、のんちゃんのリベンとか尾形監督、そうですね、森下さんは毎週食についてこうやってね銀幕の中でうまそうを語るというのも、ね、今日いい、ね、今週特に良かったですっていう、うん、はい他僕キッズリターン再開の時、ああいいやつ、ね、はい、うん、名優マイティこと、そうですね、マイティこと奥野瑛太くんが出てるんですけどね、引きの演技の時にね、あのね背中向けて殴っちゃってるからね、だからね分かんないよあれはさ役者ができることです、いや残念だよ、いや横に横に違うんだ、あれでもカメラが遠くとはいえ設置された段階で、うん、やっぱり多少は、うん、自分がどう見て、うん、しかも相手もいるから、うん、殴ってる相手もいるわけですよ、うん、自分が見えるっていうよりかはどういう風に殴られてるのかっていうのを見せてくれるから、入江監督もワークショップで言うって言ってたよね、やっぱり映像はカメラにどう映るかでなんぼだから、そうなんですよ、かぶっちゃダメだし、うん、見えなきゃ意味ない、うん、そこもうまさってことね、そうで意外とそこって自分が思ってるイメージと乖離してる場合があるんですよ、で僕も SR の1の時は、うん、その乖離がやっぱ慣れてなかったから、うん、自分のイメージと画面の中その構図のカメラの中で、うん、どう動いたらどういう印象になるかとかっていうのがやっぱり分かってなかったから、うん、そこはねすごい勉強になったんですけど、あのマイティはちょっとそれがそう、ねうん、いまいちだったっていうことを書い原稿で書いて、だから俺の原稿を勧めとす原稿を勧めと、俳優目のを勧めとですね、他ありますか俺はね、あの、はい、白州が書いた、はいはい、タマフルザムービーの、はあ、今週結構ちゃんと関係者なのにちゃんと真摯に書いてて、はい、偉いなっていうふうには思いました、うんね、今週あれなんですよ、先週イックさんタマフル出て、ええまあ、タマフルリスナーの方も登録してくれてるみたいなの、うん、メルマガに、うん、で寝かせてたんですよ、タマフルザムービー、寝るタイミングがね、そう日本映画でヒップホップものって本当もうないぐらい見たつもりなんですけど、うん、1個タマフルザムービーの DVD がずっと置いてあって、うん、だからこのタイミングかなと思って関係者がやっぱ身内の映画を語るってやっぱ難しい中で、はいまあ、比較的公平にちゃんと見て、はいはいはい、批判するとか批判するとか、いい原稿だなと俺は思ったんで、ヒップホップ映画を語る僕は黒人と結婚したかったっていう連載が、まあ、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ読んでください、うんはい、あとありますか、はるかちゃんと藤子さん、うん、ねえならねえでいいんだぞ、ないなら普通に紹介するよねえならねえでいいんだけどさ、特になかったですか私あの入江監督の、うん、ドクがかっこいい、ね、バックトゥザフューチャーの、私見た時からもうドクに決まってしてる、もともとね藤子さんはドクに、でそのどういう連載かというと、これ多分入江優の映画の中のあいつになりたいってちょっと新連載があって、そもそもこのメールマガ師匠は映画でモテるじゃないか、うん、というわけで古今東西の名作から入江が選んだこいつはモテるをお伝えするという、なるほど、連載をやってるわけですね、はい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 、はい。だからバック・トゥ・ザ・フューチャーのあえて、うん、マーティー、うん、マイケル・ジェフォックスじゃなくて、うん、ドクの方を今回はピックアップしてる、しかも2、1? いや、1です、1だった、うんうん、はい、まあそんなとこですかね、うん、っていう、まあ今週結構そのタマフル5でもあるんで気合い入れて書いたので、はい、ぜひぜひ、見てください、よろしくお願いします。はい、じゃあ続きましてメールマガ次週予告のコーナー、よーい、なんと次週は変則回になっております、はい、なぜかと言いますと、10月は5週まで
はい、あの普通 のメルマガは5週やんないらしいんですけど、なので5週目休んだりするんだよね、うちらは5週は同じ値段でやるんで、そうだそうですよ、せっかくのこうなんですかね、ボーナスステージみたいなもんで、うん、どんな企画やるか林くんお願いします。連載陣シャッフルしてみようのコーナー。どういうことですか。というわけで毎回それぞれの連載のネタがあるんですけど、それをシャッフルしてやってみようと。で、例えば小牧根クイズも俳優メンロンという俳優をメインに立てる連載やってるんですが、いつもカットを数えてる林が俳優メンロンを書いたりよ、で僕がカットを数えたり、内容をシャッフルするってこと。なるほどね、これ実際どういう担当かもう発表しちゃっていい。いいじゃないですか。じゃあ林くん、じゃあ僕が、終わった恋と映画を数えるという連載でいつもカットを数えてるんですが、今週は、俳優メンロンやらせてもらいます。僕実は普段言わないんですけど、相当ラーメン好きなんですよ、実は。で、これ、メンさんがいるから。誰メンさん。いやいや、でもね、小牧のメンさん。あれ、ラーメンが好きなのと、それを、演技を麺に例えられるかどうかは別の話ですからね。で、俺も正直もう心配でこの企画が決まった時に、俺が俳優麺論に例えられるのか。で、麺好きなんでしょ。で、麺好きだけど、でも、うまく例えられるのかって、先々週、もうね、どう例えたらいいですかっていう飯会開いてます。で、詳しく、もう偉そうに言ってた、言ってた。麺例える時は、世界で1回だけしかないレクチャーを受けました。一人で一人しかいないから、そんな。まさかこれを誰かに伝授する日が来るとはね。で、俺も会わなかった。はいはいはい。あ、でも、楽しみですね。林くん。で、映画の何を麺例えるかっていうの実は決めてなくて、キッズリターン再開の時を数えようと思ったんですけど、今週号に僕もやっちゃいましたんで、何を例えようかなって今考えてるんで、もし、なんかこれ数え、メールくれても映画もてアットマーク G メールにあのご連絡いただいても、ツイッターにメールアドレス書いてあるんで、くれても全然ない、新作映画を例えなきゃいけないんですもんね。まあそうです、そうですよ、はい、これもう選び方が難しいから本当ないんだよ、はい、というわけで、まあ、は林は最初はメインに例えるというね。じゃあイックさんなんですか。はい、僕はですね、普段、入江監督がやってる、公衆、その週のナンバーワン映画、興行収入1位映画、を見るというコーナーをやります。おい、はい、というわけで、だから、現段階での今週末かな。あ、日だまりか分かんないんだ。そう、先週日だまり。先週は日だまりだったんですよ。だから、今週も日だまりだったら、俺、日だまりを2回取り上げなきゃいけない。前、先週、俳優メロンでやってるんですよ、ね、日だまりは。それをさらにナンバーワンで見に行かなきゃいけないかもしれないっていうのは。でしかもさ、俳優メンロンってくくりが切れたからさ、普通の感想を書く。そうですよ。ナンバーワン映画を見て、その感想を書く。しかも、麺が使えないっていう。そうですよ。なんでその前、何麺が使えないって。使われるんだよ、普通。連載の順番はさ、普通、普段通り。普段通りに行くの。だから、一番頭に来るの。一番頭に来るの。重要ですよ。でもだからせっかくだから井出監督と同じようにやっぱりナンバーワン映画にはそれなりの理由があるんじゃないかなっていう、目線で見に行くんで、見に行きます。僕は、僕多分そうだよね、僕ね普段はそのヒップホップ映画見てますけど、僕編集長が担当してる書評コーナー、これは映画になりますかっていう原作本だったり関連本読んで、まあ映画と絡めて語る、俺本当に本読むの遅くて、一番嫌だったのがコーナーだったんですよ。カットもまだ良かったなと思って決まってんの何を読むか全然決めてなくて、しかもさ一番忙しそうで、この編集もしてさ、で来週でしょ、もう早く読み出さないと間に合わないですよ。いや、なんかない漫画みたいなやつ、最近漫画原作の映画、漫画原作のあっという間に漫画の方が長いか、漫画の方が長い、まあこれでもヒップホップも使っちゃダメなんだよね。ヒップホップの本はいっぱい読んでんだけど、話題の本を読ん、まあだから困ったらベストセラーみたいなの読んでさ、ああまあ最近のね、ちょっとこれ編集長にも相談して、なんかやってみます、まあできたら日本のものがいいかなと思いながら、はい、です、はい、じゃああれやろうかな、ちょっと韻を多めに書いてみようかな、ラップだから、そういうのもしちゃダメなのかな。ダメだよ。純粋な処方用。怖い。もう一個あの疑問があってさ、文体まで真似た方がいいの？ああ、いやそれは違うでしょ。いやそこは自分で文体でいいんだ。俺メンロン。メンロンもさ、海洋が海洋を本でそういうどうもっつって、あのテンションの文体まで真似た方がパロディにした方がいいのか。いやいや、そこはだからその独自の書き方でいいよね。自由で。どっちも。じゃあ、はるかちゃん何だろうですか？はい、私は普段映画デートをしておりますが、私はですね、
カットを数えてきます。おお、めんどくさーい。今日ね、持ってきましたよ。これを今日渡すというこの。ちょっとさ、はい、誰か写真撮っといて。はい、じゃあ後で撮って、はい。今日これをお渡ししますんで、はい、これまあちなみに今までデジタルカウンターって僕がカットを数えてる時毎回使ってるカウンターです。初めて見た。これで数えてるんですね。これ数えてます。要は押しても音が出ない。音が出ないやつ。で、デジタルで。いや、結構。結構音す、ほら、じゃあ静かにして。結構音するよ。あれ、赤ちゃん、これね、はい、脇に入れてやってると、音がしないです。脇に入れてやる。俺、結構音するけど、俺、もっとしないもんだと思って。これ、私、隣で見たけど、大丈夫ですか？あ、本当ですか。うん、あとね、これ、押し方があるんで、ポイント。はい、まあ、後でやってする。で、これ、はい、あの、このデジタルカウンターを譲り受けて、数えて、はい、来るんですが、もう数えようと思ってる映画決まっていて、はい、もう清くやわく、あで、あれは私本当にあの原作者の郁恵美涼が大好きで、うん、ものすごい思い入れがあって、うんうんうん、彼女の漫画と青春を過ごしてきたようなところがあるので、あ、もうずっと読んでます。ずっと読んでる、はい、で、あの大好きで、あれが一番好きなんですよ、あの人の中で。だから、ね、あれを魂込めてカット刻んでこようと思います。あれも漫画原作なんだ。そうです。あ、じゃあまさになんかちょっとコマとの関わりみたいなこともしかしたら出るかもね、コマ、ね、割りとかね、はい、はい、それを数えてきます。藤子さんなんでしたっけ。私ね、くるみさんの、あ、ですね、くるみさん題名なんでしたっけ。くるみさんの、今日も映画で腹が減る。あ、でも主婦とちょっと近いじゃん、ね、いいじゃないですか。でも情報コーナーからの飯を無茶目な感じ で、 でもクールに飯を情報っぽく扱ってる。ああ、それもあり、それもあり、うん、あの料理は、料理は、うん、レシピ完全再現ね、うん、なるほどなるほど。なんか映画決まってます。全然決まってなくて。森下さんはちなみに新作映画って縛りがないから、まあ、うん、自由に、そうですね、うん、なんかどうせなる劇場の、まあ、そうですね、うん、でも飯で出るかどうかって分かりにくいですもんね、うん、映画って。でもちょっと美味しそうだったのが、なんだっけ、あれは、あ、でもそうか、四十九日のレシピはまだまだもうちょい先なんだ。あ、そうだ、はい、あの頃君を追いかけたって台湾映画行ってみたんですけど、はい、それ台湾飯ってちょっとうまそうなんです。台湾飯はうまいからね。あれちょっと考えてはもう一回見に行こうかな。ちょっともし一個希望を言わせてもらえるのであれば、はい、森下さんもあそこで語ってるんで、もしかしたら主婦目線でちょっとこのもやしいいの使ってんなみたいな、うん、主婦目線の情報コーナーにしてもらえるとそうですか。新年祭意外と高いのになみたいな、うん、今の映画はちょっとないかなと、はい、まず、はい、お楽しみというか。あと残りはどんな感じになってるんですか。入江はイリアレですよね。そうです、僕のコーナーですよね、はい、僕は黒人と結婚したかったイリアレを、イリアヒップホップ映画を語る、うん、でもこれはね、読みたい人多いんじゃないかな、ね、もともと SR サイトもやっぱ撮ってますし、うん、本人もヒップホップ嫌いじゃないですから、うん、だから英語も自由で選べるわけですよ、ね、でも 何扱うか大体決めたよって前回したけど、言っていいのかな、うん、あ、言ってましたね。いい、うん、内緒にしときます。ちょっと内緒にしとく、うん、じゃあこれはちょっとお楽しみに、ええ、はい、なかなかの感じ、はい、楽しみなやつでした。あとは大川さん、大川さんはデートですね。あ、デートか、まあそれは得意そうだな、編集長がデートに行くと、うん、まあそんな感じですね。で、森下さんかが情報、情報そう森下さん情報やる必要ないじゃん。いや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 、いや、でも分かんないよ、やっぱ。いや、でも京都に住んでらっしゃるから、今森下さん京都にいらっしゃるから、その人の切り口で何を見逃せないかってっていうのもありますし、実際このメルマガで一番使えるのは情報の子なんじゃねえかっていうね、うんうん、昔からありますから、うん、書く人が変わるとこどんだけ変わるね、くるみさんチョイス楽しみですね、うんうん、はい、じゃあそんな感じで来週ちょっと特殊な、はい、構成になりますが、よろしくお願いしま す、 しします。というわけでこの辺ですかね。ちょっと今日長めでしたけど、はい、まあ一句の反省もあったり、はい、まあある100も盛り上がったり、次週が特集だったり、なかなか変な週でしたけど、まあちょっと長めにまとめたいと思います。改めまして、入江優プレゼンツ、僕らのモテるための映画制定メルマガ、毎週水曜日マグマグで配信してます。なんかね、タマフルのおかげで9位に上がってたよ。有料エンターテイメント。お、あ、そうね。今まで10位だったのか。あ、ただ10位だっけ？10位だったんだ。10位だったんだ。はい。初月無料で、登録月のものは読み放題、うん、で月額630円ですが、今週今月はまあ5配信あるんで1
通100円ぐらいですかね、100円ちょいですかね、ポッドキャストも毎週やってますし、この後撮るダ話、うん、イックさんがね、歌丸さんと飲みの席でしか言わなかったこととどんな話が出たか、はい、とか僕も裏話とかあったですね、もうあのメルマガ読者しか聞けない、ダ話も、うん、そこ、メルマガから聞けますので、ぜひぜひ振るってご登録ください。よろしくお願いします。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。1、2、3、ケーキ。